レイライマイナス243、ヘイベルハウスかよ。こんにちは。今間違えてライブ配信を終了のボタンを押そうとしちゃった。もういいっしょ。ヘーベルハウスって何？何？何の話？もういいっしょ。ハワイのこと。ハワイって言うっけ、ヘーベルハウス。よいしょ。なんか直前になって、洗濯物干してないことに気づいて、慌てて干してた。よいしょ。なたねさん。あ、なたねさんもこんにちは。とろみちゃんとレイライちゃんもこんにちは。お、こんにちは。なので、いつもと同じでこっちも全然支度してないよ。なんか外を、洗濯物干すのに外出たら、意外と暖かくなってた。朝の寒さが嘘のよう。皆さんのとこはいかがですか？よいしょ。レイライマイナス243、カボススイッチか。え、それ続いてんの？カボススイッチか。乾燥肌。なかなかいい一発目じゃないですか。私、乾燥肌です。これはもう美肌モードが効いてますから、見えないかもしれないですけどね。レイライマイナス243、動作じゃなくて笑う。動作じゃなきゃいけなかった。何か、かって、動作でかトッピーさん、こんにちは。あ、トミーさん、こんにちは。いらっしゃなたねーい。さん、寒いですね。乾燥肌、寒笑。い？ なんか意外と暖かかったよ、外。こっちはね。日が、結構お天気が良くて、わー。カーテン開けたらすごい眩しい。閉めよう。もう本当に準備がいつも以上にできてない。片輪の妖精よしは、飛行隊さん、こんに片ち羽は。さん、こんにちトッピーは。さん、いらっいいし天気だゃからい。外でコーヒー飲んでた。ねえ、天気いいよね。レイライマイナス243、顔笑う、が採用さあ、れたそうなち。の？カボススイッチの皮？顔を洗うは、ここででもできないしね。乾燥肌はお見せできるけど。よいしょ。全然準備してないよ。とろみさん、お茶入れに離席してる間に始まってた、こんにちはの、いとかろ焼みちき。ゃん、こんにちは。イェーイ。そう、さっきね、遅れたのはね、洗濯物干してたの。そろそろ始めようって思って、配信開始押そうとして、はっ、って思って。干してないじゃん。洗濯機の中に入れっぱじゃんってなって。慌てて干してた。よいしょ。ああ、今日これ始める前に先にあれやり。まあいいか。まあいいや。なんでもないです。コエッグを先に開けようかと思ってたんだよね。でももう用意しちゃったからいいや。
もう朝寒いから。玄関掃除はかどる。玄関掃除してんの、えらい。えらい。窓を掃除しないといけないんだよな。なんかすごい汚いんだよな。でも寒いからやる気が起きない。あったかい日にやればよかった。前回結構掘って、次裏のカーブつけるんだけど、裏のカーブつける前にここ納得いくまで掘っとかないと後で掘りづらいんだよね。確かね。あとガビガビ映るかな、このガビ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 、私の乾燥肌みたいな。もうちょっとだけ掘るか、もうちょっとだけ掘って裏掘るかな。なんかもう爪の周りもガッサガサだし、映ってないといいけど。よいしょ。なんかこっちの方も寒くなってきたけど、片羽さんの方とか気にならないぐらい寒いんだろうな。エアコンつけたからか、今家の中すごい23度もある。ポッカポカだ。窓際に置いてるからかな、温度計。よいしょ。あ、そういえば棒読みちゃんの音どう？今鳴ってないけど、私確か今変えたんだよな。忘れちゃったな。前回なんか棒読みちゃんの音二重になったから設定変えてから終わらせたんだけど、1週間経っちゃったから私自分で何を変えたか忘れちゃったんだよね。大読みちゃんの音どのくらい聞こえてた？テスト。とろみさん、エアコンつけていても我が家は冷え冷えです。とっくさん寒いよ。大丈夫？棒読みちゃん、そう、音の大きさっていうか、前回より少し大きいといいかなって。室温22度。片輪の妖精よしは、飛行隊さん、室温22度にしたが、寒いか、寒いよね。サムゲタンさん、こんにちは。サムゲタンさん、こんにちは。大丈夫そうですね。いらっしゃいませ。大丈夫？なんかね、棒読みちゃんと、とろみさん、棒読みちゃんちょっと大きいかも。あ、大きすぎるかな。ちょっと待って。自分でね、何を設定したか忘れちゃったんだよね。これで、どうすんだっけ。あ、だからこれを、下げるのか。あれ？棒読みちゃんの音のバーが出てない。どういうことだ。いやーもうわかんない。わかんなすぎる。デスクトップ音声を下げればいいのかな。サムゲタンさん、先日、パネルヒーターというものを見つけてしょ？イカ略。あ、イカ略されちゃった。また棒読みちゃん、イカ略すんの？ごめんね。パネルヒーターいいな。棒読みちゃん下げるね。わかんないなぁ。設定がわかんないなぁ。大読みちゃんのさ、設定さ、前回変えたつもりだったんだけど、30文字。とろみさん、いかがそう、そうなんだよ。なんかね、デフォルトでね、デフォルトで設定がね、どこだったっけ？私はそんなに気にならないよ。気になんない？なんかちょうどいいぐらいの音にしたいんだけど、あ、また文字数制限が30に戻ってる。なんで？言うこと聞かない子だな。変わったかな？
次。コロミさん、棒読みちゃんの設定いつもわからない？そう。なんか、棒読みちゃんずっと設定が聞いてなくて、なんかわかんないけど、設定いじろうとしたら設定がなんか有効になっちゃったんだけど、そしたらなんか逆になんかね、文字数制限かかっちゃって、今ちょっと増やしたから、それが効いてれば、30文字ではなくなったはず。また以下略されたらごめんね。よいしょ。レイライマイナス24さん、設定も何もしたことないが。そう、多分、設定ね、デフォルトだと何にも効いてないんで、有効になってないみたいで、わかんないんだけど、私もそれが。何かをしたら有効になっちゃったの。その文字数制限とかが。それが、私わかんなくて、何をいじったのか。まあまあ、まあいいでしょう。棒読みちゃんと BGM 同じとこに入れたはずなのに、棒読みちゃんが喋らないとこの音量バーが動かない。なんで？ちなみに BGM 二重になってない。大丈夫。いいか聞こえてんのかな ?BGM。とろみさん、そもそも。デフォダトラーレイノと出力結果が違うのよ。そもそも BGM 聞こえてる？とろみさん、BGM。あ、聞こえてないもしかして。BGM 入ってないもしかして。もしかすると。あー、じゃあ聞こえてないんだ。やっぱりそうだよね。BGM あるですか？BGM は聞こえてないんだね。BGM 聞こえてない。なんとなく、そんな気はした。BGM 今日ないわ。そんな気はしました。これもテストじゃんね。どこでやるんだっけ。レイライマイナス24さん、全力でサンシャイン池崎のモノマネすると設定の最適化されるっていう噂を聞きましたよ。そうなの？じゃあ、今度レイライちゃんそれ試してみて。オーディオ。片輪の妖精は飛行隊さん、わら。出力デバイス、これ、あれ？これにしたつもりだけどな。保存。ダメか。おかしいな。私にしか聞こえてないの、この BGM。もう。オーディオでしょ？出力、あれ？オーディオの有効化。おかしいな。レイライマイナス24さん、私は実際にやってみたら最適化されました。やってみたの？やってみてよかったです。やってみたんだ。サムゲタンさん、しゃもじを愛し。サムゲタンさんが逆に代わりにやってくれてるじゃん。レイライマイナス24さん、そう、我こそは。みんなでやって。ちょっと、なんで BGM 聞こえないよね。わらわら。あれもしかして前回も聞こえてなかった？前回はこの設定してなかった。とろみさん、わら。オーディオ、これデスクトップにすればじゃあいいのかな。わからんぞ。サムゲタンさん、サンシャインカーボンスありがとう。これで最適化されたかも。ちょっと待って、これじゃ聞こえない？今ちょっと出力の場所を変えたんだけど。とろみさん、私も先週末から BGM がうまく流れなくなって設定全部やり直したです。あ、本当？これ今も聞こえてない？レイライマイナス24さん、ボコ。ちょっと一回消してやり直そう。もう全然始めらんないね。テストしとけばいいんだよね、私がね。
あ、違う、間違えた。大読みちゃんをなんとかしようとしたばっかりに、大読みちゃんの読み方が絶妙。あらあら。面白いよね。よいしょ。これで、これ、これで。これ聞こえない？今。トッピーさん、ゆっくりでいいよ。リビング掃除はかどる。ありがとう。今 BGM 聞こえるかな？あ、デスクトップ音声が入らないようになってるんだ。はい、すいません。これは入らないわ。お茶入れてまいります。頑張れ。はい、行ってらっしゃい。もう全然しゃもじ始まんないじゃんね。もう棒読みちゃんの音量をいじりたいばっかりに。いろいろいじったら、レイライマイナス24さん、いろいろいじったら、いやいや、毎回設定変えてるってどうなっとるんや諸君。こちとらほぼ毎日配信やってるのに。あ、ソフトウェア更新とかしてるタイプ？とろみさん、ライブ配信あるあるですね。毎回設定変えてるっていうより、毎回うまくいってないのよ。毎回試してるって感じ。おかしいなぁ。片輪の妖精よしは？飛行隊さん、ゆっくり設定していってね。ありがとう。とろみさん、毎回なんか変わっちゃってるだけです。なんだろうなぁ。棒読みちゃんと同じとこに出力をしたはずなんだけどなぁ。なんでだろう。大読みちゃん、大読みちゃん。モニターと出力、あ、関係ない。今度は、まあじゃあ BGM はいいことにしよっか。なくてもね。私には聞こえてるけど。みんなに聞こえてると思ってた。大読みちゃん、大読みちゃんだけ。レイライ-24さん、そもそも出力シーンの設定が良くないんじゃね。出力シーンって何？出力シーンって何？教えて。教えて。手取り足取り教えて。まあでも棒読みちゃん聞こえてるならいいよ。とりあえずね。BGM はまたあれしときます。見ておきます。じゃあ今で。そこ教えてほしいのにいつもちゃんと答えてくれないラーレー。なんかさ、デスクトップ音声みたいなのにすると棒読みちゃんの音量が変えられなくって。変えられなくって。音がめっちゃ小さいから。レイライマイナス24さん、BGM とデスクトップが一緒ってのもよくわからない。ブグムハ、それだけでシーン立てればいいと思うんだけど。それだけで立てたつもりが、こっちに出力されないの。なぜか。なぜか。それがわかんないんだよ、やり方が。それを教えて。とろみさん、シーン、ソースじゃなくて？このガッサガサを取って、裏をやり始めようかな。とろみさん、頑張れー。コロコロはかどる。コロコロやってるの。私も綺麗に掃除しないとなー。レイライマイナス24歳。ほぼ掃除機かけるぐらいになって。そうなんだ。タルタルソースが好きなんだ。よいしょ。よいしょ。
なんだろうね、デスクトップ音声をオンにしちゃうと、今棒読みちゃんが二重に聞こえちゃうから、デスクトップ音声をオンにすれば BGM も聞こえるんだけど。ポッピーさん、今掃除機ないからほうきなのよね、顔。あ、そうなんだ。そう、掃除機じゃないわ。私ほうきも好きよ、結構。そういえば目玉焼きが伸びてるじゃないですか、感じ。目玉焼きが伸びてる。BGM がないと削る音が聞こえてる。再生が伸びてるってこと。ありがとうございます。確かに。そうよね。よく言えばそうだよね。なんかさ、前はさ、あれだったんだよ、確か。そうそう。この木を掘るときは BGM なくてもいいかもね、みたいなことも言ってたんだよね。レイライマイナス24さん、一回出力タルタルをよく見た方がいいですよ。出力タルタルをよく見た方がいい？具体的に教えて、もっと。具体的に。デフォルトにするとデスクトップ音声になっちゃうんだけど。で、よくわかんないから、棒読みちゃんを、なんだっけ、仮想オーディオデバイスみたいなのに出力させて、棒読みちゃんだけそっちに移動させて出力させたんだけど。そうそう、デフォがデスクトップ音声ですよね。そうなの。で、大読みちゃんと BGM をその仮想オーディオデバイスみたいなのに入れようと思って。こんにちは、こんにちは。あ、そこプロさん、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。で、BGM を大読みちゃんと同じに。画面見せなさいよ。画面は見せたくないな。画面見せろって言われても困る。ちょっと今やったらちょっと変なもの映しそうだから、やだ。いつもそう、ほんと。レイライっていつもそう。レイライマイナス24さん、私のことなんていつも2番3番じゃないの。2番3番だと思ってたら大間違いなんだからね。ナタネさん、わらわら。もっと下かもしれないんだからね。トロミさん、わらわら。めんどくさい女キャラ来た。ナタネさん、コント面白い。レイライの一人コント、まああれだよね。ちょっとレイライちゃん今度教えて。今日は BGM なしでやるから本当に。じゃあ後で写真でも送るわ。教えてくれるのかな、この人。本当に言ったら。レイライマイナス24さん、どうせ私に見せられないもんでもあるんでしょ。不思議だな。そんなことないよ。そんなのあるわけないじゃないか。トロミさん、笑。もうあれだよね。トッピーさん、終わった。お疲れ、お掃除お疲れ。レイライマイナス24さん、教えて。めんどくさい女のやり方。どういう意味、めんどくさい女のやり方って。あ、私に教えてって言ってんの。めんどくさいのはお箱だからね。今の十分めんどくさかったよ。なりきれてました。レイライちゃん教えてって言ってもどうせ教えてくれなそうだからダメだよね。そこプロさんとかに聞いたらいいかもしれない。そこプロさん神だから。よいしょ。
これどうせヤスリでするからいいのかな。レイライマイナス24さん、あたしはカボ君のことを考えて言ってるのに。もうあたしわかんない、わかんないよ。トロミさん、カズチーハちゃんと教えてくれますからね。レイライコちゃん、レイライコちゃん、そういう女の子と今まで付き合ってたのやり方ですか。めんどくさいやり方。え、そこプロさん、そちらの方もお詳しくてらっしゃる。何、みんな今まで苦労してきてんの。なんか大変ね皆さん。トロミさん、カズチーなんでもできすぎ、わら。チョコプロさんはもうほんと何でもできるから。衝撃の事実が続々と、わら。え、チョコプロさんもあれですか、苦労してきたためですか。めんどくさい女神ですか。トッピーさん、めんどくさい女なんてその辺に転がってるじゃん。そう、まあ大体女なんてもんはめんどくさいもんで、もうめんどくさい生き物だよね。私ももう大会めんどくさいですよ。どこまで掘ればいいかわからないけど、ギジャギジャがちょっとなくなったからこの辺でやめようか。やったら余計ギジャギジャになってきた。ここ多分映らないとこだね、カメラにね。なんかスプーンのつもりで掘っちゃうんだよな。やっぱしゃもじとスプーン違うよね。よいしょ。よいしょ。後でな、後でもうちょっと掘っとけばよかったって後悔しそうなんだよな、裏側掘ってから。あれ、なんか知らんけど棒読みちゃんが急に画面が出てきた。いなくなって、よいしょ。なんかね、ほんと設定難しい。よくわかんない。一応いろいろ調べてんだけどね。そう？スプーンでいいかな？レイライマイナス24さんでもいいの。カボくんは私のことを。カボスくんじゃなくてカボくんになってるじゃん。分かってる。スプーンも私に足りないところがあるから。私がもっとちゃんとできるようになればカボくんがイカ略。何？棒読みちゃんの代わりに自分でイカ略してくれたの。トロミさん、しゃもじの深さは難しい。多分そのくらい以上書いたら棒読みちゃんイカ略してくれるよ。ね、なんかしゃもじってさ、深さいるの？よくわかんないんだけど。ぶたれるのもって書いてあった。 DV はしてませんよ。ひどいな、ひどいな。あ、後ろはナイフだ。よいしょ、久々の出番。トッピーさん、汗かいたから涼む。あったかい？結構あったかいのかな？晴れてるでしょ？ナタネさん、
浅いのから深いのまでいろいろありますもんね。まあなんとなくしゃもじっぽくなればいいのかな。こんなんでも救えるかな。さすがに熱いか。なんか結構いつも出さないとか言って出しちゃうけど、結構なんかさ、裏側をさカーブつけてるんだよね。スプーンっぽいよね。ちょっとしゃもじの裏側を先端を少ないように、反対側を消すからいい感じになるかもですしね。ねえ、あれだよね、全体的に薄くなるようにするってことだよね、きっとね。中根さん、襟が分厚いとお米つぶしそう。確かに救えなそうだよね。どのくらいの薄さにするんだろう。ムジナさん、ヤスリが消しがいのある凹凸ですね。こんにちは。ムジナさん、こんにちは。いらっしゃい。最近は昼間起きてるの？よし、削ってくぞ。ちゃちゃまるさん、こんにちは。あ、ちゃちゃまるさん、こんにちは。あれ、この時間珍しいんじゃない？12時半からお仕事じゃなかったっけ？いらっしゃい、いらっしゃい。レイコ飛行隊さん、ダメよレイコ。手を挙げる男を見たらお互いのためにならないのよ。片羽さんがレイライちゃんの乗ってあげてる。あ、ここ休みなんだ。ちゃちゃまるさん、ゆっくりしてって。ここ休みで帰宅中です。トミさんも片子わら普段サボりすぎて、ちゃんとやってそうだけどな。片子わらわらすごい、片羽さんが乗ってあげてる。優しい、優しすぎる。私は今片羽さんの優しさに涙が出そうです。レイライマイナス24さん、しゃもじじゃなくてエタリックって呼ぼうぜ。どういうこと？レイライちゃん、ちょっとさ、ボケがさ複雑すぎてわかんないんですよ。やさしすぎて泣いたねえ、涙出てきたよね。レイコとカタコの友情に全米が泣いた。ナタネさん、全米が泣く全米が泣くよね。トロミさん、妖精さんの優しさよいしょよいしょ。聖変プログラマさん、車体のことですね。そこプロさん、ありがとう。すごいすごい、その翻訳ありがとう斜めになった文字ってことね。遠いよ、おいレイライわかりにくいんだよ。せめて漢字で書いてくれたら分かったんだけど、しゃもじを。これ映ってる？映ってるか。トロミさん、カズチーの優しさ。片輪の妖精をした。みんな優しいよ。翻訳、わら。男性陣優しいな。ナタネさん、全世界が泣くねえ、何この男の友情トロミさん、男性陣のチームワークすごい。よいしょ。なんかすごい暑くなってきた。
めちゃくちゃ晴れてるんだけど。エアコンいらないかな、もしかして。うちだけ？とみちゃんち寒いって言ってたね。結構日当たりがいいからかな。お外暑いです。お外暑い？トミーさんも暖かいって言ってたもんね。西の方は結構暖かいのかな。日差しはあるけどうちは寒いですね。なたねさん、お天気がいいので日当たりが良ければ暖かいのでしょうね。ねえ、レイライマイナス24さん、別れよ。レイライちゃんがまた過去の世界からやってきた。5分ぐらいずれてんでしょ、どうせ。わからないよ、そんな高度なの。わからないよ、そこプロさんにしかわからないよ。みんなわかってたのかな、私だけわかってなかったの、もしかして。あ、これこっちも止めないと動くじゃんね。あ、でも今いらないのか。まあいいや、一人でブツブツ言ってます。よーいしょ。レイライマイナス24さん、これは別れよと別れよがかかっています。回収&丁寧な解説。丁寧な解説はありがとう。丁寧な解説はありがとうだけど、そのかかってるのもわからないです。メグさん、こんにちは。いらっしゃい。今日はあれだよ、しゃもじの裏側を折り始めましたよ。とろみさん、丁寧な解説がないとわからない。しょぼん。ね、毎回丁寧な解説欲しいよね。大変だね。トミーさん、お気遣いありがとう。まあ適当にあしらっているからね。もうちょっとね、理解できたらいいんですけどね。ヒントをもっと散りばめてほしいね。よいしょ。トッピーさん、あしらうのが偉いわよ、わら。よいしょ。なんか大きいとさ、すぐに形にならないからさ、だんだん飽き始めちゃうんだよね。飽き性だから。コーヒースプーンぐらいがすごいちょうどよかったな。ちっちゃくてすぐ形になるから。よいしょ。あ、割れた。見える？この辺映ってんのかな。ちょっと光っちゃって映んないか。これ割れました。もう多分削る範囲内だから大丈夫だけど。もうとろみさん、割れたあんまり大胆にやろうとしすぎると危ないね。ちょっと大きめに削ろうって思ったら、あでも多分この割れた部分はね、多分ね、もっと
もっと削っていいとこだから大丈夫なはずだけど、もうちょっと薄くなってきたら気をつけないとね。多分今のもう取れたんじゃない？割れたとこよく見えないけど、ちょっとね雑だったね今のはね。でもすごくこっち向きにさ削りにくいんだよ。どうしたらいいんだろう。レイライマイナス24さん別れちゃった。まだその話してんのかよ。別れちゃった。レイライちゃんかわいそう。おかげで化粧がはかどりました。2回目しし2回目いってらっしゃい。気をつけてねサムゲタンさん。2回目か。いってらっしゃい。そうそう、どんどん小さくしていけば、どんどん薄くしていけば問題ない。ムジナさん、まだ修正効くならよかった。うん、これまだね薄くしないといけないはずだから今のうちは大丈夫だけど、薄くなってから割れると結構ショックかも。そう、最悪もう一回り小さくしちゃうっていう手があるよね。ここがさ引っかかんないんだよね。どうしたらいい？こっち向きに、私がこっちに来ればいいのかな。こうか。むず。なんか木彫りのプロの方ってどうやってるんだろう。この目に逆らう時のやり方が分かんない。あ、また割れる。メグ S さん、重労働。ねえ。なんかさ、目に沿わないとさ、うまく削れないんだけどさ、目に沿って削れないとこあるじゃん、向きが。どうしたらいいんだろう。細かくちょっとずつ削るのかな。この辺とか。よいしょ。でもあんまちまちまやってるとほんと時間かかるんだよね。あ、そういえば今回というか今日カメラあんま揺れてないかな。揺れてる？カメラちょっとここ揺らすとカメラ揺れる。ちょっと揺れるか。さすがに揺れるか。前回カメラの何アームをこの机につけてたんだけど、今日は一応気持ち離れたところにカメラアームをつけてみたから、気持ち揺れが床ごと揺れてたらあんまり変わんないけど、少し揺れが収まってるんじゃないかなと期待してるんだけど。メグ S さん、普通にしてる分には揺れてないよ。あ、本当？じゃあちょっと前よりも揺れが少ないように感じます。本当？よかった。多分ね、一応何机が離れてるというか、机の隣の棚みたいなとこにつけてるんだけど、一応ね接触はしてないから直接は揺れないはずなんだよね。でも部屋の床が揺れたら多分そっちの棚も揺れるから、全く揺れないわけじゃないと思うけど。BGM
ないの。寂しくない。大丈夫。代わりに木の音入ってる？底辺プログラマさん、鼻歌 BGM をお願いします。歌が上手だったら鼻歌でも歌うんだけどさ。とろみさん、そろそろお仕事に戻ります。 BGM にさせていただきます。もうそんな時間か。お仕事頑張ってね。もうこんな時間になってた。また設定をうだうだやってて全然進まないっていう。こんにちは。あ、豆腐小僧さん、こんにちは。いらっしゃい。豆腐小僧さんは、あれかな？お出かけから帰ってきたのかな？今日はお仕事かしら。またねさん。よいしょよいしょ。あー、また同じこと、ここ絶対やるんだけど同じことやっちゃう。学習しないな私。まあいいんだけど。まだ見えた？バレたの？ちょっとあれだね、明かりが強いね。どうしたらいいのこれ。明かりが強い。これでちょっと失礼。見えないか。ちょっと見えにくいね。ここがまた割れちゃったんだけど。なんか今映ってないけど、この辺に。ああ、確かにちょっと大胆に行き過ぎだよね。これをもうちょっとこの辺に欲しいんだよな。この辺に。問題は荷物がちゃんと届くかどうかだ。ドライバー 100% の。あ、なたねさんも行ってらっしゃい。頑張ってください。メグ S さん、さてハオガタだな。適当。適当。ちょっとコメント遡ったら寸劇してはる。そう、ずっと寸劇してたのよ。私じゃないけどね。血液型はね、残念、 B 型でした。ちゃちゃまるさん、いってらっしゃいませ。たもう性格はとにかく雑だよね。私、丁寧にやるっていうことを知らない。もうちょっと、なんかこの木の芽が厄介なんだよね。細かくやる、あー、うーん、難しい。あとここを掴んで削りたいのに、ちょうど大きさ的に掴みづらい、私の手では。非常にしんどい。とろみさん、なたねさん、いってらっしゃいませ。これもうちょっと奥にやりたい。あとこの角度がついてるがためにここに引っかからない。すごい問題がいろいろ山積み。なんだろう、どうしたらいいんだろう。難しいな。なんかね、映ってるかな、ここにこの角度で入れるとこっちに線が、木目が走ってるのがパリンって勝手に割れちゃうんだよね。
トッミーさん、粘土置きたいね。粘土？粘土？ごめんごめん。粘土？粘土？粘土？詳しく。底辺プログラマさん、そっちからは無理かもですね。ちょっと難しい。かといってこっちからやろうとするとすごいつかめなくて、なんかいいやり方を見つけないといけないね、これ。あといい音入れたい。ここ結構トッピーさん、いい音鳴ってそう。粘土を置いて固定したら楽かなって。あ、ここ？ここに？なるほど。粘土、油粘土とかそういうこと？おー、そしたら引っかかってくれるかな。なんかいい位置に。メグ S さん、割れちゃうとこは弱くていずれ割れると思ってどんどん削いでこう。メグさんいいね、その考え方。トッピーさん、油粘土だと木が油吸っちゃうカカオ。ほうほう。メグ S さん、最後ティースプーンにしよう。こっからティースプーン、時間かかるぞ。やっぱここのっちの角度ダメだね。角度的にダメなんだ。こっちから削るしかなさそうな感じ。トッピーさん、そうしよう。ティースプーンにしよう。そうしよう。わらわら。もういざとなったらそうするよ。こっからならまだティースプーンは間に合うもんね。今のところまだしゃもじを目指してますよ。そのうち違うものになるかもしれないけど。なんかまだイメージ湧いてないんだよな、裏側の形の角度というか。とりあえず先っぽの方先やるか。無事なさん、こっちはいい。さん削っての作業がわらわら。メグ S さん、しゃもじにしてはまだ大きいもんね、考える。そう、まだ分厚いんだよ。ちょっとこの辺は削りやすいから少し手前の方で大きく削ろう。勢いって大事だと思うのよ。そう、わかる。ただ勢い怖いよね、大胆に削るの。なんかこういうのすごいちまちまやっちゃうタイプ。どうせ後でもっと小さくなるのに。なんか高校の時の美術で木彫りをした時もちまちま削りすぎて最終的に提出に間に合わず、全く完成まで 50% くらいしか削れてないところで評価を受けて悲しくなりました。勢いとね、臨機応変大事。本当だね、臨機応変はまだしも、勢いがね、なかなか持てないね。カタワの妖精ウシハ、飛行隊さん、小刀の切れ味落ちてるのかもしれん。あ、確かに、この前ね、これだよね、これを研がなきゃって話したんだよね。結局さ、砥石まだ買ってないんだ。あれ、研いだ方がいいよね、絶対。
本当は毎回研いだ方がいいんだろうね。なんか細かく見たらなんかさ、なんか割れてそうな気もする。かけるっていうのよくわかんないけど、絶対と研がなきゃダメだよね。メグ S さん、私はこれ系の課題派苦手で、ほっといたら先生が作ってくれてたよめっちゃいいじゃ ん、 こんにちは。めっちゃいい先生。あ、ひなすけさん、ひなすけさん大丈夫、こんにちは。どうした、どうした、ひなすけさん、いらっしゃい、いらっしゃい、だけど瀕死は心配。どうした、どうした、大丈夫。とりあえず落ち着いてゆっくりしてって口からなんか出てますよ。トッピーさん、あら、縮んだ、縮んだ、何、またあれ、お買い物、大量のお買い物また行ってた。伸ばそうか、トミさん、また横に伸ばそうとしちゃダメだよ。縦に伸ばしてあげてね。ひなすけさん、昨夜からいつビッグウェーブで動けないから癒されに来たの。いつ？あらやだ、大変。縮んだわけじゃなかった。ひなすけさん、縮んだのは昨日。昨日お買い物で縮んで。やだ、どうしたの、特に理由なく、いつ。トッピーさん、それ歯伸ばせない、しょぼん、しんどいね。私もつい最近胃が痛くて死ぬかと本当になんか普段そんなにひどいことがないから、私死ぬのかなって思った。そのウェーブ派乗らなきゃ、お大事に。乗っちゃダメ、乗っちゃダメ。ビッグウェーブ、そのビッグウェーブは乗らない方がいいよ。きついね。ちょっとこの木の削る音でも聞いて癒されたらいいんだけど。本日 BGM がうまく入らず、私の声と機能とのみとなっております。うん、今のとこまだスプーンだね。たまにあるから慣れてるっちゃ慣れてる。あ、そうなの。トッピーさん、しゃー、いつ持ちなの。でも辛いね、そんなたまにあるとか。理由とかが分かってればまだいいんだけど。食べたものとかそういうわけじゃなくて、ストレスとかそっち系かしら。ひなすけさん、胃を伸ばしてもらったら痛くなくなるかしら。終わったね。ウェーブは乗っちゃダメね。え、胃もちょっとトミさんに伸ばしてもらったら少し楽になるかもよ。なんか夢中になりすぎて指切りそう。メグ S さん、私は大谷さんが友達、ガスター派、逆にが危ないよね、考える。私すごい昔だけど、ガスター飲んだら多分副作用で口の中というか喉、口がすっごいカラッカラに乾いちゃって、それ以降無理だと思った。あれは加速しちゃう
ソフィーさん、ネブタンそっち持っといて、私大阪から引っ張るから。めっちゃ伸びるじゃん、それ。食いしん坊、食いしん坊、とんでもない食いしん坊になっちゃうよ、大阪まで引っ張ったら。メグ S さん、なるほど、了解。すごい連携ができてる。ひますけさん、全国規模で伸ばされるえ。ついでに大阪の美味しいものでもいいに放り込んでもらいな。これで合ってるのかな、本当に心配になるな。トッピーさん、たこ焼き詰め込んで返すわ。メグ S さん、伸びても左右対称ではない模様、わらわら。すっごい大阪側にいっぱい伸びるよ。なんか今あの赤ずきんちゃんのさ、狼のさ、石詰めるやつ、あれにあれ想像しちゃった、たこ焼き詰めるの。ひなすけさん、たこ焼き、お腹ぬくぬくになっちゃう。こんなんまだまだだね。ひなすけさん、たこ焼きなら重くないから井戸に落ちても沈まないね。終わった。おじいさん、デザートに陸老おじさんちゃんと消化するしね。あー、いいなー、チーズケーキ食べたい。豆腐小僧さん、お好み焼きも詰めちゃいましょうね。いいね、もう隙間なしじゃん。なんか大阪方面の人多くない？気のせい、気のせいか。ひなすけさん、おいしいものたくさん。元気せんかお。ひなすけさんが元気になったら。わかんない。あれ？そんなにいない？大阪。3人はいると思うな。今。大阪の人。まあでも普通か、大阪と東京が多いのは普通か。でも東京じゃないね、ひなすけさんとかは神奈川だもんね。人口比で言ったら割と普通だな。よいしょ。メグ S さん、人口が多い割に東京の人少ないのよね。そうだよね、メグさん東京だっけ。トッピーさん、手土産にトリュフ風味の粉チーズ持たせてあげよう。何それ、トリュフ風味の粉チーズ、なんか高級そうな。
いいよ。ひなすけさん、それ、未だに見つからない？どこの商品？それはあれ？トミさんの粉チーズってことでいい？例によって。トッミーさん、また売ってたからまとめ買いしちゃった。しょぼーん。へぇ。私トリュフは好きだけど粉チーズがダメだ。粉チーズがダメだ。ひなすけさん、カルディのやつよね。トミさんが買い占めてる説。考える。トミさんが買い占めてるから関東の方までやってこない説。トミさん、あ、荷物来たっぽい。あ、行ってらっしゃい。荷物と受け取ってきて。メグ S さん、アマゾンとかのがありそう考える。ああ、確かに。私いつもロハコで買い物してるんだけどさ、ロハコみんな知ってる？前も話したか。ロハコでカルディ扱ってるんだよね。全部じゃないけど、ここにあるかな。後で見てみよう。買わないけどね。粉チーズ苦手だから。なんかさ、前ここじゃなくてどっか別のとこで話したと思うんだけどさ、カフェに限らないけど、なんかランチとかにさ、ついてくるさ、サラダ、シーザーサラダの率高くない？あれなんで？チーズ嫌いにはちょっときついんだけど、あれ。せめてかけてこないでって思うんだけど、ドレッシングを。チーズ好きな人多いからかな。シーザーサラダとかでちょっと粉砂糖じゃないわ、粉チーズかけたりした方がおしゃれ感が出るからかな。ひなすけさん、みんなシーザーサラダ好きでしょ？的な。そう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 、そんな感じ。私的にはなんか昔ながらのなんかちょっと安っぽいよくあるドレッシング、フレンチドレッシングとか、あのちょっと赤みがかったやつとか、ああいう方が嬉しいんだけど、あのシリーズのなんかシーザーサラダドレッシングみたいなあるよね。ああ、割と近いかもしれない。ちゃちゃまるさんに、コブサラダも美味しいのにね。考える。コブサラダ、私わかんないんだよな、どういうのか。名前は聞いたことあるけど。コブって昆布のことじゃないよね。コブサラダ。そう、チーズね、私もね、溶けたチーズは好きなんだけど、グラタンとかピザとか。匂いがきつくなるじゃん、粉チーズって。あれが苦手なんだよね。っていうか、シーザーサラダの、まあ、粉チーズじゃなくても苦手。
シーザーサラダドレッシングが苦手。せめて、せめてドレッシング別添えにしてって思う。山のドレッシングが地味に癖になる。インドカレー屋さん、みんなそういうのなのかな？なんかすぐ思いつかない。すぐわかんない。もともとあれなのかな？インドでそういうのが好きなのか、日本人これ好きでしょ的な感じで出してるのか、どっちだろう。あんまりインドカレー屋さん行かないんだよな。人参のやつ？人参の？あ、インドカレー屋さんの？そうなの？ドレッシングはね、フレンチドレッシングにしといてって思う。ごまが一番嬉しい。ごまドレッシングが一番嬉しい。味付きのやつだったら。でもなんかそういう野菜系のドレッシングは美味しいよね。玉ねぎとか、人参とか。ちょっとドロッとしてる系の。ひなすけさん、それです。だいぶドロッとしてるのよね、人参。あ、なんか私が想像してるやつかも、人参の。それ美味しそうだね。野菜系のやつ美味しいよね。最近ドレッシング買わなくなったん、家で食べるな。のは叙々苑のドレッシングが一番好きかも考える。へえ。どういうのだろう。でも焼肉屋さんのだからちょっとごま系かな。ごま油系かな。ドレッシング買ったことあったかな？タレ、焼肉のタレは叙々苑の買ったことあるけど。最近ドレッシング買わないわ。なんか買っても使い切らずにダメにしちゃうねこずとがす多さくん、て。ごま油系ですね。あ、やっぱりそうなんだ。叙々苑って言うだけでなんか美味しそうひななすけさん、のわドレッかる。シング8回切らないから大体適当に作っちゃう。わあかれ？る。そう、一緒。ひなすけさんと一緒。なんか美味しいやつと思って買うんだけどさ、全部使い切らないんだよね。なんかキューピーのごま系のやつがすごい好きなんだけど、めちゃくちゃ使ってた時はすごい大きいのを買って、それでも使い切ってたんだけど、いつの間にか使わなくなっちゃった。ほんと適当に作る、私も。なんか、すりごまトッとピーごさん、ま油入れと今きゃ日なのんとかな一る日だろうみ焼たい肉派モランボンのタレが好きです。な。焼肉のタレの話になってる。焼肉も最近家でやってもなんかもうタレほぼ買わなくなって、たまに買うけど、もう塩でいいやみたいになってる。塩コショウでいいやっていう。ひなすけさん、どうしても買いたくなったらコンビニとかの小分けのやつ買っちゃう。ああ、確かにね。それだとダメにしないっていうか、もう一回使い切りだとしんいいちよゃん、ね。ご主人だ。干し椎茸、そんなに、何頼んだの？メグ S さん、みなんな作るの。4種類ぐらい常備されてるわかお。いやー、なんかあんまり使わなくてさ、いつの間にかこれもう食べない方がいいよねみたいになっちゃうのよ。正直そうなってるやつが今冷蔵庫の奥の方に入ってるかもしれないぐらい。
といざとなったらマヨネーズでいいやっていうのがあるし。メグ S さん、アホほどサラダ食べるからすぐなくなる。あ、そっか、メグさんあれだもんね、お肉じゃなくて野菜派だもんね、どっちかっていうとね。あ、ひなすけさんの顔文字がなんかさ、この顔文字別に何の変哲もない顔文字なのにさ、なんで非表示になるんだろう。トッピーさん、テレビ台でいいサイズがなくて同じの3つ並べようかなって、うん、あ、テレビ台買ったの、そりゃ重いわ、気をつけて腰。じゃあ組み立て今から。組み立て作業楽しそう。これは3文字になるのか、本当に未だ不安、不安が残る。ひなすけさん、そういえば生野菜家であんまり食べないや考える。私も最近食べてないな。ちょっと前まで食べてたんだけど、なんでだろう。そうなの。もう腰やっちゃう。それ以上動かしたら。あ、トミーさんちドマあるんだっけ。めっちゃいいな。ドマ欲しい。チャチャマルさん、アウトドアスパイスにハマってて何でもかけてます。アウトドアスパイスって何？何それ何それ、そういうもの、それともなんか総称みたいな。まだ暑いね。この部分とスクイメンのつながり。メグ S さん、最近のブーム派仙台牛の焼肉屋さんで肉抜きビビンバ、店員さん派どう思ってるんだろう。え？メグさん、気になってるけど買ったことない。メグさんのすごい気になるんだけど、肉抜きビビンバ、焼肉屋さんで普通肉入ってるもんね。すごいな、肉抜きで頼むの。堀西？あ、全然わかんない、聞いたことないや。そういうのがあるんだ、スパイス、アウトドアスパイスっていうのが。全然知らない。チャチャマルさん、堀西です。おお。それちょっと気になるな。もともとないのがレアだから通ってる。わら。あ、もともと肉がないのがあるんだ。じゃあ全然問題ないじゃん。でも焼肉屋さんでそれだけ頼むってこと。あの人肉食べねえなーって思ってるかもね。または野妖精牛派、飛行隊さん、堀西買ったことないけど美味しいって聞くな。え、すごい、みんな知ってるんだ。トッピーさん、聞いたことないな、考える。え、私も知らない、調べよう、後で。ひなすけさん、焼肉屋さんのアイデンティティが、わら。チャチャマルさん、へえ、それは、それで美味しそうですね。うん。そういうメニューで出してるなら問題ないよね。メグ S さん、あ、もちろん旦那さんがちゃんとお肉派食べてます。あ、そうなの？じゃあ、なんとも思ってない店員さん、きっと。へえ、堀西っていうのをそもそも聞いたことない。
そうなんだ。アウトドア系の YouTube とかよく見るのに出てこなかったな、今まで。売ってないっぽいですよ。あ、そうなの？変わってるね。なんかあれなんだ、キャンプとかで使ってください的なやつなんだ。運用性だったサラダ肉すごい気になるそれ。なんだっけ、ちょっと前、ちょっと前か今もかわかんないけど流行ってたやつ、なんとか、なんかスパイス系の、なんだっけなんだっけなんだっけじゃわかんないよね。なんだっけなんだっけ、なんか流行ってるスパイスあったよね。北のエースがないからね、まずね、こっちには。トッピーさん、アマゾンに売ってた。お、そうなんだ。それは後で調べてみよう。黒瀬のスパイスかな。黒瀬のスパイス違う、あのなんかもっとさ、もっとなんかさ、なんて言うんだろう、なんかなんかじゃわからん、何のヒントもない、何のヒントもない、なんだろう、イメージは出てるんだけど食べたことないからなんて説明し、割高ですよ。あ、それそれ、ひなすけさんととろみちゃんが今同時に来た、マキシマム、それ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 、マキシマム、それです、それです。メグ S さん、なんかなんかそれ流行ったよね、なんかなんかなんか今も流行ってるのかな、食べたことないけど、みんな食べたことあるの？トッピーさん、マキシマムか、私がちょっと苦手なやつだ。あ、そうなの、苦手な人もいる感じのやつ、癖があるのかな。原次郎さん、こんにちは。あ、原次郎さん、こんにちは。いらっしゃい。マキシマムも買おうと思って買ったことない。ねえ、あれなんかすごいさ、話題、話題？なんかみんなが美味しいって言ってる感じだから気にはなったんだけど。トッピーさん、かけたら全部カレー風味になるんだものかを。カレーっぽい味なんだ。本当になんかそういういろんなスパイスが入ってる感じなのかな。あ、じゃあ私もそんなに好きじゃないかな。っていうかカレーは好きだけど、何でもカレー味にするのがあんまり得意じゃない。中丸さん、マキシマム派、食べたことないです。そっち系か。なるほどね。ちょっとだけ食べてみたいって思っても、味見してみたいって思っても、あれ全部買う気にならないな。ちっちゃいのがあったらいいのに。ひなすけさん、スパイス系派を試しようとかのもっと小瓶のやつを売ってくれたらいいのに。うん、ねえ、ほんとそう。ちょっとさ、あの、お醤油のさ、あの、お弁当に入ってるちっちゃい瓶みたいなのに入れて売ってほしいよね。100円くらいしてもいいから。そのちっちゃいので、もうお試し味見用みたいな。トッピーさん、うまい塩とハーブがあれば大体おいしくなるのよ。うんうん、もう最近塩、塩と胡椒だけでいいやっていう 気持ちがすごい強い。何でも割と、野菜も肉も。ちゃちゃまるさん、確かにいろいろ試したいですね。え、ちっちゃいのがあったら試しやすいのにね。片輪の妖精牛派、飛行隊さん、結局は塩最強。塩最強、塩最強。メグ S さん、使い切れるか賭けだもんね顔。そうなんだよ、だいたいそういうのって使い切らない、基本的に。昔は塩醤油至上主義だったけど、うん、最近は塩味最強。ねえ、私もそうだな、お醤油より塩になってきた。トッピーさん、そんな方さんにトミさんの塩トミさんの塩いいなトミさんの塩欲しいな、食べしてみたいな。
片輪の妖精よしは飛行隊さん、わら。ひなすけさん、とみさんの推しをめっちゃリピートしてる。とみさんの塩ってなんて名前だっけ。とみさんの塩で検索しても出てこないからさなんだっけ、なんか雰囲気の、見た目の雰囲気は覚えてんだけど。あれはロハコにないかな。ひなすけさん、カマルグの塩。カマルグの塩。ほうほう。とみさん、カマルグでしたっけ。あとで、それで調べるか。なんか、できればロハコに、カルディにあるんだよね。ロハコでカルディ扱ってるから、そこにあったらラッキーだけど、アマゾンにもあるんだったっけ。それって粒大きい系？トッピーさん、カルディあったりなかったりする。あ、そうなんだ。別にカルディのオリジナルってわけじゃないんだよね。ないこともあるんだ。そういうのだと売ってないかな。カルディのオリジナルしか売ってないのかな、そこ。もう少し近くにあればな、カルディな。ひなすけさん、粒大きめかな。ちょいちょい結晶入ってるし。なるほど、大きめのやつね。サラサラ系っていうより、でもサラサラ結晶系って感じかな。伝わるのか、私の表現。トッピーさん、平たい容器の初分粗いけど、うん、細長い容器で食卓用の細かいのも売ってるみたいだよ。なるほど。探してみるか。あ、またやっちゃった。またやっちゃいました。学習しない、ほんと私。トッピーさん、確か前にリンちゃんがアマゾンで買ってたような考える。アマゾンで高くないんだったらいいよね。アマゾンで別に物によってすごい割高だったりするじゃん。なんか食品系はあんま買ったことないかもな、アマゾンで。メグ S さん、カルディ最近行ってないな。考える1号店が割と近いから、小さい頃からあってありがたみが少ないか。そうなんだ。食卓用のやつ1号店そっちの方にあるんだね。多くてしける前に使い切れるか、うんうん、考える。蓋開かない作り。ああ、しけっちゃう感じのあれかな、あれなのかな、あれ、あれ、さっきからあれが多いよね。あれあれ、しけっちゃう系のサラサラ具合。あ、やった、深く掘りすぎた。なんかお塩いつもなんだっけ、なんとか岩塩、ピンク色のやつ、ピンク色のやつをカリカリするやつに入れて使ってる。食卓用を料理に使えば消費できるのでは考える、うんうん、ああ、なるほど。
ひなすけさん、密封してない感じだからどうかなと思って。もうなんか食卓用の方がそもそもの量が少なそうじゃない？そんなことないのかな？トッピーさん、なるほど、コルク溶かない感じなのか。コルク、ああ、その平たいやつはコルクで蓋する感じなんだ。なんかいい感じの入れ物に詰め替えられるといいね。あんま密閉するタイプのそういうお塩入れるやつってないかな。今日はちょっといい匂いがしてる。なんとなくお料理は平たい方が美味しくできる気がする。ちょっと成分が違う。あ、そうなんだ。ミネラル分とかがちょっと違う感じ。なんかすごい欲しいな、そのお塩。やっぱ買うか。探して買うか。トッピーさん、今度食卓用買ってみようかな。ねえ、味比べてみて。まあ、両方食べたことないからわからないけど。詰め替え考えたけど面倒でそのままにしちゃった。わ、うん。もうなんか何でもお塩でいいやってなったら、おいしいお塩にこだわりたくなるよね。トッピーさん、平たいのもいつものカルビを置いてないのよね。顔調ミニサイズしかない。へえ。あ、その平たいやつのミニバージョンってこと？売ってるのが。私最初に買うならそのミニサイズでいいな。超ミニってことは本当にミニ。まあ、お塩って絶対使うから大きくてもいいんだけど、めっちゃ小さいやつ。そんなにちっちゃいんだ。それこそさっき言ってたスパイスの方で作ってほしいよね。めっちゃちっちゃいやつは。もう調味料系はもう何でも小さくしてほしい。変わった調味料。お塩はまあ大きい、絶対使うからは大きくていいんだけど。なんか、ねえ、あるじゃん、スパイスとか。あと中華料理に使うようなやつとか。ひなすけさん、調味料のお試し欲しいよね。ねえ。なんか普段さ、中華とかに使うさ、割とメジャーな豆板醤だの、なんとか醤だの、XO 醤だの、なんだのとかもさ、ちょっとしかまず、ね、ドレッシングもね、そんなに使わないからさ、めったに。そんなちゃんと作らない人だからさ、ちっちゃめのを売ってほしいんだよな。
もっと。最近チューブのやつとか売ってて便利だけど、あのわさびとかのチューブぐらいの大きさでもいいやって思う。一回使い切りぐらいの大きさでいいんだけどなって思う。本当に冷蔵庫に死んでる調味料がたくさん眠ってる。前もこの話したか。もう使う気にはならないけど捨てるのがめんどくさい調味料たちがいっぱい眠ってるわ。メグ S さん、ゲーム離脱します。頑張って。はーい、行ってらっしゃい。ゲーム頑張れ。よいしょ。今日すごい木がいい匂いする。なんかここの色が違うのわかる？少し。ここ削るといい匂いがする気がする。気のせいかもしれないけどね。なんかここがいい匂いの成分がいっぱい詰まっている気がする。どこまで削るんだろう。ふう。まだまだだな。まあ何時？1時50分か。よいしょ。どんどん削りにくくなってきた。本当にしゃもじってどんなだっけ。こんな厚くないよね。もっと薄くしろってことだよね、多分ね。結構しんどいな。全然じゃない、まだまだ。あ、またやった。片輪の妖精牛派。飛行隊さん、薄くするときが怖いな。ねえ、なんかまだまだ暑いけどさ、今ここもまた割っちゃったけどさ、そろそろ怖いよね、薄くするとね。なんかそもそもヒノキがあんまり硬くないから、薄いと強度がなくて削るの危なそう。割れちゃいそう。
か今ずっと椅子にホットカーペット的なの敷いてるんだけど暑いわ。切ろう。そして学習しない私また割りました。どうしたらいいの。でもここ持てない、持てないし、むずいね。ここが手で持てないのがきついんだよね。もうちょっと手が大きかったら。片輪の妖精牛か。飛行隊さん、そこ鉄っぽいというか、なんか割れやすい部分に見える。見える？そう、さっきからここばっかり割れる。なんかそういうとこなのかな。あと向きも良くないみたいだね、こっちからやるとね。まだ薄くなってないから、割れてもどうとでもなるんだけどね。薄くしてからが怖いね。よいしょ。トッピーさん、どんどん難しくなってくるね。ねえ、ほんとそうなのよ。これ持つのが難しいっていうのが今一番の課題。すっごい手痛い。よいしょ。この辺がこっち側からしか削れないので、大きい方を持たざるを得ない。しなすけさん、手の大きさでもやりやすさが変わっちゃうのね。そう、もうちょっとすごく気持ち大きいんだよ。大きいってこっちがね、大きいんだよね。今ここがめっちゃ痛い。痛い。なんかいいやり方がないもんか。ここで固定してくれたらいけんだけど、ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。できなくもないか。手の角度が。これで立てばいけるかな、もしかしたら。立ってやればこれでいけるかも。みんなには私が立ってるのは伝わらないかもしれないけど。あ、ダメだ。意外と難しい。すごく熱くなってきた。室
温24度超えてる。暑っ。朝の寒さ何だったの。でも晴れるとまた夜が寒くなりそうだね。よいしょ。まだしゃもじ感が出ない今度こっち削ろうか。持つ場所がわかんない。トッミーさん、寒いと星は綺麗に見えるんだけどね。ねえ、あれでしょ、流星群綺麗に見えたんでしょ。いいなぁ、いいなっていうか外に出る気がなかったんだけどね、私の場合。うちはベランダからがあれだから、他の建物ばっかりであんまり空が見えないから、出るとしたら本当にどっかちょっと歩いて出ないといい感じに見えないんだけど。でも本当最近はライブカメラ便利だね。なんかちょこちょこいろんな場所のライブカメラを見てたら、 YouTube のチャット欄に八ヶ岳が星空が綺麗でしたって書いてあったから、八ヶ岳のライブカメラを見に行ってめちゃくちゃ綺麗に流れてた。数は少なくなるけど、まだ今日とかも見れるらしいね。片輪の妖精牛派、飛行隊さん、街灯多すぎて天体イベント派ほとんど見れねえ悲しみ。ああそうなんだ。ちょっといいカメラ欲しくなるくらい綺麗だった。ああ星空映るカメラとかいいね。ねえ、星を見るにはちょっと周りの明るさがない方がいいもんね。うちの辺もそういう意味ではちょっと向いてないな。田舎とはいえ住宅街だから。トッミーさん、カタさん都会っ子だからな。都会っ子なんだ。都会だと見えにくいよね。やっぱ明かりで。星の方も明るすぎて星見にくい。ねえ、明るいのはちょっとね。うち。いいな、星きれいに見えるの。片輪の妖精牛派、飛行隊さん、周囲の建物とかロケランとかで吹き飛ばしてもん。笑怖い怖いすごい、そんなあれなのね、都会に住んでるのね。トッミーさん、それもっと明るくなりそう別の光が。
原次郎さん、窓から見たけど寒さで諦めた。ねえ、寒かったよね。でも寒い日の方が確かに、寒い日というか、晴れてると寒いから、ちょうどいいと言えばいいんだけどね。ライブカメラで見た気になったよ。ほんとすごい流れたね。肉眼だともっとやっぱ感動するんだろうなとは思ったけど。家から見えるのいいよね。本当ライブカメラでしか見てないから、どの方向を見たら見えるのかとかすら分かってなかった。どっちに、双子座ってどこ、双子座ってどこ、トッピーさん、ちょうど雲が全然なかったからよく見えたよねー。すごいいいあれだったね。ちょうど海さんのところは晴れてたんだね。結構ね、いろんな全国のライブカメラをちょこちょこっと見たけど、曇ってるとこも結構あったね。曇ってるって言っても星はある程度見えるけど、ちょっと霞んでるみたいなとこが多かったかな。なんか大学生ぐらいの時はそれをみんなでちょっと街灯とかのない暗い山の上の方みたいなとこに行って寒空の下見に行ったこともあったけど、年を取るとそれができない。寒さには勝てない。なんかほんとあの動物の森の流星群の日みたいな感じでめっちゃ流れてた。って言ってもライブカメラでもほとんど見なかったけど、満足してすぐに。トッピーさん、やったやった、あの頃は若くて元気だったわ。ねえ、若ければね、ちょっと寒くてもみんなで行こうよみたいなのがあったけど、今はもし誘われたとしてもちょっと寒いんでってなっちゃう。あ、ごめん、そうだ、みんなには聞こえなかった。今 BGM がなんかおかしな鳴り方だから、うんだけど、私にしか聞こえてないんでした。どうなんだろう、しゃもじっぽくなってきたのかな。まだ分厚いけど。
どこまで薄くすればいいんだろう。なんかここの彫りが足りないから厚いような気もするな。もうちょっともいいような気もするな。まだ意外と掘れる。ソッピーさん、ちょっと映像が乱れたの私だけかしら？あ、映像乱れた？ BGM だけじゃなくて、あれかな？回線が何かエラー出てる。私の声今聞こえてるのかな。今エラーが出てるね。片輪の妖精よしは飛行隊さん、少し飛んだ飛んだ。マネージャーだし、回線が弱々かもしれない。もしかして、なんか今 YouTube さんに要改善って呼ばれてる。そう言われても、こう言われてもわからんよ。何をすればいいか、改善の仕方がわからない。今流れてるといいな。トッピーさん、気にならないくらいだけど、少しコマ送りっぽくなったね。でも聞こえてるし大丈夫だよ。あ、コマ送りっぽくなったんだ。ちょっと乱れたかな。声は聞こえます。聞こえてる。すいませんね。たまになんか回線が。片輪の妖精よしは飛行隊さん、今はちゃんと見れてる。ほんと、ちょっと一瞬弱くなったのかな、回線が。よくわかんないけど、なんか一時のひどい状況には最近ならないけど、我が家のネット環境はあんまり良くないからね。掘りたいとこじゃないとこ掘ってる。原次郎さん、私のところハエの Wi-Fi の低下遅延気味でコメント遅めで言ってます。あ、本当。それは原次郎さんの家のあれなのかな。YouTube とかも結構さ、知らない間に遅延してたりするよね。なんか私とかだとさ、別にめちゃくちゃ喋り続けてるわけじゃないから気づかないとかあると思うんだけどさ、パフェさんの配信とかさ、基本ずっと喋ってるじゃん。だからなんか途中で止まってたりしたら気づきそうなもんだけどさ、いつの間にか遅れてたりするんだよね。不思議、すごい。本当にちょっとずつちょっとずつを一瞬一瞬が溜まって遅れてるのかな、気づくと。
無言が続いたらなんか気づきそうなもんだけど、パペ配信の場合は。暑い。ちょっと危ないけど横に掘ろう。もう一回後ろから掘ろう。あー先は長いな、まだ分厚いもんね。ここうまくいかないとこだけど、どうしてもこっちから削りたい。よいしょ。なんかまだエラー出てるな。なんだろうか。エラーがずーっと出てる。さっきと同じだ。YouTube が受信している動画が少ないため、滑らかなストリーミングを維持できません。どういうことかな。どういうことかな。意味がわからないです。あー髪の毛、髪の毛。あ私ゴミ箱をここにやったっけ。ゴミ箱、なんかエラーずっと出続けてるからすごい気になるんだけど、流れてるのこれ。めちゃくちゃ待った。トッピンさん、こっち派大丈夫？大丈夫？なんかね、配信画面みたいなのにずっと黄色いバーでエラーって出てて、めちゃくちゃ気になる。片輪の妖精牛派？飛行隊さん、止まったりはしてないよ。ほんと？なんだろうね、じゃあ。ありがとう。よいしょ。まあ、とりあえずじゃあ無視してていいのかな。流れてるなら。ほっ。原次郎さん、支援以外派ちゃんとなってますよ。ほんと？ありがとうございます。早く消えてほしい。このなんかね、要改善って出てるからね、うーんって感じ。気になる。すごい、もうここどうやって削っていいかわからない。むず。むずいです。
あ、消えた。エラーが消えた。異常に良いになった。何が悪いかさっぱりわからないから。困ったもんだね。なんか手の位置が、持ってる手の位置がすごい危険。歯の先に手があるけど、もうここ持たないと削れないからしょうがない。ここあんまり木の削る音聞こえないんじゃない？そんなに。もうちょっといい音出したいな。せっかく BGM ないし。お兄さん、よく聞こえてるよ。聞こえてる？なんかこの辺音がのっぺりしてるっていうか、あんまりザクザクしない。なんかなんだかんだで木を掘るときはなくてもいいかもね、 BGM ね。って言ってトラブルを直す気がないのかなっていう。これ薄くするの結構大変だよ。まだまだだよね。でもこの刺さるとこさえ薄ければご飯に入ってってくれるかな。全部薄くなくてもいいのかな。もしかするともうちょっとこの辺削りたいな。もうだいぶ疲れてきた。すでに今日のおやつのことを考えている。もうなんかあったかな。トッピーさん、今日のおやつは何かな。ねえ、何かな。何かしらのお菓子はあると思うけど、目新しいものはなかった気がするな。
割といつも食べてるものが買い置きがあった気がする。なんかこの前さ話に出た芋餅をさ作りたいけど、ハッピーさん、いや待て、私を昼ご飯食べるの忘れてる。そうなの。あれじゃん、ひなすけさんじゃん。ひなすけさんは今日は胃が痛いって言ってたから普通に食べてない気もするけど、何食べるの？トミーさん、グラタン？ひなすけさん、お昼ご飯食べな。ねえ、食べな。何食べるんだろうね。私もなんか食べたい。もうお腹すいた。大して食べてないし、お昼。もうほぼおやつのためと言ってもいい。ねえ、ひなすけさんがぐったりしてるんじゃないかと。よいしょ。ひなすけさん、生きてるよ。ダブル、夜寝られてないから時々うとうとしてる。あ、ほんと？寝な。胃の調子が落ち着いてるといいけども、木を削る音が子守歌になるといいけどな。まだしゃも時間が出ない。ひなすけさん、ずっとオフトゥーンでダランダランしてる。オフトゥーンでダランダランは気持ちいいよね。気持ちいいって言ってもあれか、胃が痛いとそうでもないか。ほんとずっとお布団の中でぬくぬくしてたいよね。お布団でお昼寝しちゃうとさ、どうしても起きられなくてさ、どうにかなんないかな。それでさすがになんか起きなきゃなっていう時のお昼寝はなんか椅子でしたりするんだけど、もう首とかガッチガチになるんだよね。ベリー。布団剥がしてくれる。布団剥がしてくれ。でも布団剥がされるともうなんかもっと奥の方に行きたくなるよね。もう取り返してまだ寝るって気になっちゃう。ひなすけさん、お布団のお昼寝はガチ寝になるから危険。ねえ、ガチ寝になるよね。でも椅子で寝ると首ガッチガチになるしさ、あと足が痛い、意外と椅子で寝た時って。ひなすけさん、起きたい時はとみさんに依頼しよう。布団剥がしてもらう。布団大阪まで飛んでっちゃったらさすがに二度寝はできないね。あー、またやったぞ。そろそろ危険だぞ、この深掘りは。
ッピーさん、カタさんに目覚まし空爆要請しよう。それは、それは、それは起きられるかも。原次郎さん、ハンモック買おう？わらわら。あー、買ったことないけど。ハンモックいいね。っていうか、トミーさんちハンモックめっちゃ似合いそう。イメージ、イメージ、イメージ。ハンモックいいな。ハンモックで寝てみたい。片輪の妖精よしは飛行隊さん、永眠してしまうが構わんか。永眠、起きるどころか永眠か。まあそれもまた、それもまたよし。永眠か。あ、穴開いた。いつの間にか穴開いた。くー。なんで？切ったかな？爪？ショック。爪かな？ああ。トッピーさん、リスポーンしたら体力復活してるとかなんとか。ひなすけさん、安らかになっちゃう。おやすみなさい。安らかにお眠りくださいになっちゃう。なんかハンモックもいいし、なんかゆりかご、ゆりかご的ななんか椅子、かごの椅子みたいのあるじゃん。天井からぶら下げるみたいな。リスキルするもん。リスキル怖い。ただねさん、ただいまで。たたねさん、おかえりなさい。穴開いたよ、穴開いたよ、穴開いた。これもう一個新しいのあるから、次から新しいやつかな。穴開くんだ。切ってはないと思うんだけどね。ちょっときついのかな。おっぴーさん、するもんじゃないよ、わらわら。スキル怖い。ふう。まだしゃもじにならない。まだ分厚い。どうやったら薄くなるんですかね。ムジナさん、軽く寝落ちしてた、おはようございます。寝てた、おはようございます。今ちょうどお昼寝したくなる時間だよね。あったかくなってるし。よいしょ。あ、ああ、ここやっぱりこの色ついてるとこ削るといい匂いする。匂い成分たっぷりの色なのかな。ムジナさん、起きた瞬間のチャット欄がエイミンとかの呼吸が高ぶそうで笑った。わらわら。ねえ、ちょうどお昼寝、布団ですると起きれないって話してたら、
よいしょ。片輪の妖精よしは飛行隊さん、わら。もっとかな、もっとだよな、難しい。今のはちょっと大胆にやりすぎた気がするけど、ほんと手の場所が危ない、気をつけないと。薄くなったかな。まだここは平たいまんまだもんね。難しいわ。ほんとこれ研がなきゃダメだな、どうやら。彫刻刀研ぐの難しそうだから、最初こっちだよね。練習するにも。研ぐの。あ、お腹鳴りそう。もう2時半だし、そろそろおやつが見えてきたね。なんかこれもこの先絵も削って全部含めて50分って目安時間書いてあるんだよね。嘘でしょって思う。絵なんかまだ全然削れてないのに。もっと大胆に削んなきゃダメなんだろうね。どうやったらあんなにたくさん削れるんだ。あー、やっちゃった。そろそろやばいって言ってるのに。持つ場所がない。して喉がイガイガする。トッピーさん、50分なんて二刀流にでもならないと無理じゃないねえ、あとはもうこれの切れ味が良かったらもうちょっとザクザク取れるのかな。
もう多分もっと大雑把にすごいたくさん掘るのかな。やっぱそこ色違う施設あったのかも。あー、ここねえ、なんかこうね割れちゃうんだよね。うまく持てない。うまく持てない。ギリ映ってる。ギリ映ってるかギリ映ってないかだね。ここ削れないんだけど。映らないところでちょっとやります。ここは完全に映んないね。よいしょ。音だけ入ってるかな。全然見えてないところでやってる。よいしょ。はあ、もうおやつでもいいんじゃないだろうか。疲れました。もうちょっとだけ頑張る？なたねさん、お疲れ様です。お疲れですね。ね、そろそろ多分いいんじゃないかしら、おやつ。おやつ、おやつ。だからもうこれがさ、木くずが溜まってきたら、ついでに捨てておやつタイムみたいな。ちょうどいいよね。すごくお腹がなりそう。いい感じにお腹が空いてきました。めちゃくちゃ汚いな。あんまり映ってないんだろうな。おやつにするか。よし、お腹空いたからここら辺でおやつにするよ。よいしょ。一旦片付けたい。あ、すごい、紙引いてないとこにも飛び散ってた。ちゃちゃまるさん、おやつ。おやつ。おやつ。ポッピーさん、わーい、おやつ。終わった。みんなもおやつタイムにしよう。トミーさんはお昼ご飯かな。
食べたもん。みんなおやつタイムだよ。みんな食べようぜ。なんかおやつ買いに行っとけばよかったな。トッピーさん、あ、食べてない？銃撃戦してた。ムジナさん、おやつタイム。おやつタイムだよ。みんな食べよう。おやつ。イエーイ。佐川の妖精よしさ。交際さん、俺の強盗に疲れた。片羽さん強盗してた。でしょう。みんなおやつ食べよう。みなすけさん、お食べよう。オフ。ああ、オフ。オフ、いいね。あ、ふがしがあるな。またふがしかよっていう。おふもさ、この前おふ何焼きふ買って黒糖も買ったけどさ、まだ作ってないんだよね。芋もちも作ってないし、材料を買うだけ買って、結局まだ何にもやってない。おやつ、みんなは何を食べるのかな。とりあえずこれは買い外して、あ、なんか倒れてくる。あ、外してよいしょ。にで、それでは取ってきます。できます。トッピーさん、冷蔵庫にたこ焼きあったからつまもう。ただいまー。なんかよだれちゃん汚れてる。よだれちゃんがいるようなものも特にないんだけど。何食べよう。あるものを全部持ってきた。買い置きがあったのが、前にも食べた。これ美味しいやつ。北の卵のサブレー。ひよこちゃんとビスコのいちご、あまおういちごクリームウィンタースペシャル。
はでかすぎて全部入らない。ふーちゃん、ふがしのふーちゃん、あれこれ繋がってる？繋がってる？繋がってるよね。大丈夫だよね。またエラー出てる。なたねさん、ふーちゃん。ふーちゃん、あ、ふーちゃん見えてた。久々にこのふーちゃんを買った。最近見かけなかったんだ。みなすけさん、全部食べたい。全部食べたい。あと、これは食べるんじゃないけど持ってきたのが焼き風。こういうのってこと？みなすけさん食べてるの。これで合ってる？むじなさん、どれも美味しそう。美味しそう。焼き風。このままは食べたことないけど。食べてみる？今ものすごくふーちゃん食べたいから、ふーちゃん。おふー。なすけさん食べてるの、ああいうおふ？ふーちゃん。2個ぐらい食べるかな。よだれちゃんの目のとこに置いてみよう。あー、これを止める。天かすが、そういうオフ、そういうオフ。じゃあ食べてみようかな。グラサン、なたねさん、よだれちゃん、グラサンしよう。確かになんかあれみたいだね。グラさん、チャチャマルさん、タモさん、タモさん、確かにタモさん風。パンダっぽく、パンダっぽくもあるよ。ちょっと角度が難しいね。あ、そう、その絵文字っぽい、絵文字っぽいやつ。どうしようかな。ビスコ食べたことないから、この味は食べたことないから、これとビスコにしようかな。いい顔してる。むじなさん、良い顔してる。わらわら。原次郎さん、わらわら。ハッピーレベルアップだって。なんだそれ。他に別のこと、あ、別のこと書いてあるんだ。ラブ、ラブ、サンキュー。ハッピーレベルアップ。スーパー見たけど、どこもオフ1種類しか売ってなかった顔。あ、そうなの。あれなのかな、大阪の方ってあんまりオフの文化がない、もしかして。なんか京都とかめちゃくちゃなんか試そうなイメージ、雰囲気あるけど、ね、なんかいろんな種類売ってたよ、焼き麩だけじゃなくて。もっとすごい可愛いのとかも売ってた。星とかハートとか。あと、車麩と、あとなんだっけ、仙台麩、油麩っていうのかな。油で揚げてあるのかわかんないけど。とか、すごいいろんなの売ってるよ。ラッピーさん、私ももう少しあると思ってた。ねえ、なんかちょっと、食べない文化なのかな。だったら、ふがしがあんまり人気ないのもちょっとわかる気がするね。いただきまーす。ビスコ開けちゃおう。よだれちゃんが。油麩ね。油麩美味しいよ。焼き麩。焼き麩すましかなかった。あ、ほんと。とろみさん、あ、おやつの時間だよ。おやつの時間だよ。とろみちゃんも。休憩できたらおやつ食べよう。ビスコの甘王いちごクリームだよ。これだよ。ウィンタースペシャル。いただきます。
とろみさん、レクチャー終わったところなので私もおやつ食べちゃおうかな。うんうん、ちょうどいいじゃない、おやつの時間に。発酵バター入りって書いてあるから、レギュラーの赤いビスコより、あの発酵バターのビスコに近いのかな。ちょっとクラッカーっぽくお塩振ってある。美味しい。美味しい。色こんなに白かったっけ、ビスコ。もう出しちゃおう。せっかくよだれちゃん持ってきたし、口が隠れる。こちら、これでちょっと伊達政宗風。伊達政宗ってどっちだっけ、眼帯してるの。あ、全然食べ終わってないけど。とろみさん、よだれちゃんサングラスかけてるそうなんだよ。なたねさん、右目のイメージ、右目、こっち、右ってこっちだよね。片輪の妖精よしは、こうかな。飛行隊さん、まさむねは右目、右目。じゃあこっちから食べるか。今日もチョコエッグがあるのでチョコレートは食べないにしても開封しようかな。ちょっとじゃあ左目のサングラスをいただきます。ちゃちゃまるさん、わらなたねさん、チョコエッグをわた。チョコエッグなんか見かけるとつい買っちゃう。あー、久々にこのふーちゃん食べたけど、蜂蜜入りって書いてある理由が分かった。蜂蜜っぽい味するわ。飛行隊さん、遺骨見ると明らかに溶岩あったんだけどね、わら。へー、そうなんだ。とろみさん、チョコエッグ欲しい子出たのでコンプは諦めることにしました、わらコンプは大変だよね、結構あるもんね。20個、20だね。私前回早々にふーたくんかぶりするっていう。ふーたくんかわいいからいいんだけど。4種類しか持ってないのにもうかぶるって。うん、おやつの時間今日長くなりそうだな。とろみさん、前回のめちゃかぶった記憶。なたねさん、あ、そうなんだ。ふーたくん、私ふーたくんどこやったかな。あった、双子ふーたくんね。これが前回言ったふーたくんです。でもできいいよね、ほんとちゃんとふーたくんだもんね。ここ見えないのか、微妙に見えないんだ。まあいいや。で、チョコエッグのチョコはここに入れようと思うんだけど、このね、悪者のキャラのね、伊達政宗バージョンがあるの。それ超欲しい。もちゃつきお菓子、こういうの
なんかめったに買わないけど、なんかこれあると買っちゃう。みんなよかったら調べてみて。悪者の悪者のなんだっけ、伊達政宗バージョンね。これちゃんと公式のキャラとしてちゃんとしてるよね。ね、これもう20年くらい前じゃないかな、忘れちゃったけど、10年近く前のなんだっけ、バレンタインのチョコレートがここに入って売ってたの。このタッパーが売った。かわいいでしょ、ググった。かわいいよねあれ。多分あれはね、仙台オリジナルっていうか、仙台にお店ないんだけど、アランジアロンゾのたまに期間限定ショップとかをやって、その時だけ多分ね、その缶バッジとかシールとか売るんだよね。なんか多分普通のお店で買えないんじゃないかな。買えたかな？オンラインショップに売ってるかもしれないけど。かわいいの、すごく。で、ここにチョコを入れようと思って持ってきたよ。先に開けちゃおうかな。よだれちゃんに退場してもらおう、一回。よいしょ、よいしょ。さあ、チョコエッグ開封。前回チョコレート結局そのまんま食べちゃった。甘かったけど、溶かしもせず、何かに混ぜたりもせず、なんだかんだでいつの間にかなくなってた。また封筒かぶりしたらどうしよう。ないやつ出てほしいな。なんかたぬきちとか豆粒とかがいいな。きぬよさんでもいいけど、レギュラーキャラが欲しいな。シークレットって何なんだろう。よし、せーの、開いた。今いい音したけど入ったかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。じゃあチョコレートは対象。トロミさん、シークレット派男の子と女の子だったかと。一種類ずつ。あ、そういうことか。男の子と女の子って人間の男の子と女の子か。いい音聞こえた？原次郎さん、ワクワク。なんだろうな、なんだろうな。これ封筒かぶりだったら三つ子になっちゃうよ。ちょっとチョコレートがめっちゃついてんだけど、まあいいか。よいしょ、せーの、開かない。これどうやって開けんの？開いた。あ、なんだっけこの子。ブーケかな？トッミーさん、シークレット何かなと思ったらもう出てた。わら。多分猫の子。猫の子。おそらく。あ、めっちゃチョコついた。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、やっぱそうだね。ブーケちゃん。ブーケ。ブーケちゃん。かわいいね。7番だ。これは多分かぶってなかったはず。いるのが、なんだっけ。リリアン。首長リリアンと、キャラメルと、なんだっけ。忘れた。ハムスケかな。ハムスケいたっけ。ちゃちゃまるさん、かわいい子。ね、かわいい子ね。かわいい子ちゃんね。お、結構分割されてる。なんかこのバッグ、耳も外れてる。ちゃちゃまるさん、首長？そう、首長なの。リリアンちゃんがね、首がね、収まらなくてね、押し込んでも押し込んでもね、出っ張ってきて。あれ、これ間違ってる私。逆だ。こっち向きね。首が長くなっちゃうの。
リリアンさんが悲しいことに。で、ちゃちゃ丸さん、わら。これ大丈夫かな？なんか似た感じするんだけど、リリアンさんと。あれ？一応なんか、形がで、あんの？あ、これもしかして先にこっちはめんのかな？この子は大丈夫そうだ。とろみさん、首長リリアンちゃん、わら。そう。めっちゃ首長いの。まだ直してあげてない。あれ？これ合ってる？この向きで合ってる？リリアンさんほど首長くならないから大丈夫かな。なんかちょっとぶりっこ感あるね。でもこの細いのすごいよね。足とか尻尾とか。あ、びっくりした。これが刺さらない。これ刺してからの方が良かったかな。こういう時に私の手の震えがマイナスに働く。先に刺した方が良かったのか。あ、そうなんだ。かわいいよね。ちょっと刺さんないんだけど。頭つける前に刺した方がいいのかな。頭抜くか。よいしょ。ムジナさん、はまらないときは少し削ってちょうどいい長さにしてます。なるほどね。やっぱそうだよね。それしてあげないと、首長になっちゃって。今度やってあげよう。はまった。こんな顔だったっけ？ブーケさん。ナタネさん、ヤスリ大活躍。確かにヤスリでやればいいのか。なんかやっぱふうたくん当たりな気がするな。かわいい。よし、今度でもかぶらなかったからよかった。悪者は後で美味しくいただきます。これもよいしょ。おやつの続き食べよう。ふうたくんも倒しといて。あ、ふうたくんちょっとバランスが、あ、OK かな。あ、でもこれ戻したら邪魔じゃん。結局見えないとこになっちゃう。はい、戻ってきたよだれちゃん。はあ。食べてみようかな。まだおやついっぱいあるのに。ちょっとこれ食べ終わってから考えるか。なんかこれもマッシュポテトの素も買って1週間経つのに。ねえ、ヤスリ便利だよね。1週間経つのに何にもやってない。巨大の味。なんかこの前食べた桜棒はこのふ菓子よりやっぱりこの黒糖の癖がない分おふの味がすごいするから、なすけさん好きかもね。カロリーはどんなもんなの。おふは 30g、 これ1袋で116キロカロリー。
どうなんだろう。まあまああるか。スカスカだと思えばまあまあある気がする。美味しい。結構このあまおういちごクリームのビスコ気に入ったかも。なんかロアンヌが好きなんだけど、最近ロアンヌのいちご味を食べてて、ビスコのいちご好きハート。ビスコのいちご好き？ビスコってこれじゃないいちごもあるっけ？普段のいちご？なんていうの？レギュラータイプのいちご味あるんだっけ？これ多分期間限定っぽいんだよね。ウィンタースペシャルって書いてある。あ、そう、それでロアンヌのやつはイチゴより普段のバニラ白いやつの方が好きだった。トッピーさん、もっと安いイチゴ味あるよ。もっと安いイチゴ味値段一緒かなと思うんだけど、普段のがあるんだね。これ期間限定で、あれでしょ、ここのビスケット部分が多分違うよね。まあクリームもアマオって書いてあるからなんか違うんだろうけど、これも美味しいよ。よかったらぜひ。冬だけしか売ってないっぽい。あ、とうとうよだれちゃんの目があらわに。いただきます。うん、よく見たら風太くんとブーケちゃんお揃いじゃない？わかりづらいか、この洋服の模様。こういうのなんていうの、石型のチェックみたいな。おそろじゃない。ふうたくんはこれお腹の模様なのかな。服着てるの、この人、この人、この袋。服着てないよね。なたねさん、そういえばペアルックですかね。とろみさん、アーガイル、確かにアーガイルかな。しなすけさん、アーガイル、アーガイルか。なたねさん、アーガイル、アーガイルかもしれない。ふうたくんって服着てんのこれすごい。あれ、服着てない、着てないキャラって他にいたっけ。これ服なのかな、蝶ネクタイしてるけど。ひなすけさん、ふうたくん全裸説考えるこれ模様かな、洋服なのかな。だって後ろつながってるもんね、頭と全あ、トタケケさん着てないか。そういえばそうだね。なたねさん、前掛け、前掛け、確かになんか前掛けとかよだれ掛けとかさ、みんなよ、みんなお洋服着てるのに風太くん恥ずかしくないのかしら。
豆粒も今回着てるんだっけ？ギターが吹く。豆粒もなんか前掛けだけの時なかったっけ？あれ今着てるっけ？忘れちゃった。とろみさんとたけけさんカフェに来るとき服着てるんですけどね。わら。トッミーさん、あ、そうなんだ。知らなかった。下半身丸出しじゃないの？そうなんだよ。下半身丸出しなんだよ。なんかせっかくさ、上下つなぎみたいなのをさ、あげてもさ、下なパツンパツン、あれになっちゃうんだよね。下裸になっちゃうんだよね。ワンピースは長く着てくれるんだっけ？なんか忘れちゃったな。この1週間くらいやってないな、そういえば。ブーケちゃんがこんなぶりっ子キャラとは知らなかった。世界のプーさんも下半身世界のプーさんは相当短いよね、竹。原次郎さん、わらわら。とろみさん、ワンピースはワカメちゃん状態になったようね。ワンピースも長くならないんだっけ？ね、なんか下も履いてくれたらいいのにね。で、なんかこの前あのさ、なんだっけあの子。トカゲみたいな子。あれ何のキャラなんだ？虫飼い取ってくれる子なんだっけ？なんか違和感あるなと思ったら、そういやこの子ズボン履いてるじゃんと思って。あれビーバーの子も履いてたっけ？忘れちゃった。めっちゃおしゃれじゃんと思って。とろみさん、ボトムスと靴は装備できないんですよね。ねえ、あ、そうそう、レックスくん、レックスくん、レックスくん、おしゃれじゃん、下履いてるじゃんと思って。レックスくん、そうそうそう、ビーバーの子なんて名前だっけ？私名前全然覚えられないんだよね。ビーバーの子も履いてたっけ？トロミさん、ジャスティン。ジャスティン。ジャスティン履いてたっけ？下。レックスくん。ジャスティン。ジャスティンビーバー。そう、ジャスティンビーバー。ちょっとだけ焼き麩食べてみる。すごい、今日本当におやつの時間長い。今日はどこまで進むんだろう、しゃもじ。せっかくなんで2粒食べます。いただきます。あ、なんか味しないんだけど風味が卵ボーロに似てる。甘くない卵ボーロみたいな感じがする。伝われ。あ、この味のないオフ意外といけるかもしれない。ナタネさん、あ、そうかも。ね。トロミさん、味しない、わら。味しないけどなんか止まらなくなっちゃうやつかも。他のもの食べる前だったらちょっと甘く感じるよ。あ、確かに今お菓子食べちゃったからね。でもなんていうの、素材の味は感じるよ。私なんかこの食感が好きだから、オフの結構止まらなくなっちゃうやつかもしれない。
味しなくても甘みしなくても。でもさ、飲み物に入れてもよくない？ココアのマシュマロの代わりに焼き麩とか、紅茶、甘い紅茶とかミルクティーとか、なんかいける気がするんだけど。ひなすけさん、そう、たまらなくなるのよ。ねえ。あとなんか罪悪感がちょっと少ないよね。これだと。甘くないと。やばい、やばいもの教えてもらっちゃう。でもそこまでカロリー低くないっていうのが危険だよ。ピーさん、チャレンジャー、笑い。チャレンジャー。いや、いけるんじゃない？どう？ひなすけさん。飲み物にオフ。トミーさんはほら、オフあんまりね、食べないから。基本食べないんだっけ？お味噌汁にいけるな。味がしないから甘いものでも逆にいける気がする。よいしょ、この子どこ置いとこっかな。水分、そう、めちゃくちゃ水分吸って。ひなすけさん、いけそうだけどめっちゃ水分吸いそう。笑い。あんまり放置しとくと。トッピーさん、あったら食べるけど機会がない考える。そっか、嫌いになるほどのなんか癖もないよね、特にね。よいしょ。じゃあそろそろやるかな。いい加減にやるかな。ちょっと拭いて。よいしょ。この台はあんまり意味ない。一応これあると大体カメラまっすぐになってるの分かる。原次郎さん、スープ系に割り入れる方が良いかも、わらわら。うんうん、スープはもう間違いなく合う。お味噌汁とかバコバコ入れちゃう。トッピーさん、クルトンの代わりにしたらどうかな。確かになんかさ、何あれとかもいけるかな。ドロドロ系、ポタージュ系も。ポタージュ系だとそんなに水分吸わないかな。やったことないけど。お味噌汁とかさ、お吸い物とかはさ、すぐふにゃふにゃになるじゃん。ポタージュとかに浮かべたら、あんまりすぐふにゃっとしないかしら。この穴の開いた軍手を袋。ご飯に向けて設置する面は薄く、反対側は厚く仕上げますって書いてある。またねさん、オフ派低糖質低脂肪高タンパクだから血糖値上がりにくいと聞いています、うんうん、ほうほう、めっちゃいいじゃん、いいじゃん。こっちは厚く、こっちは薄く。じゃあこっち削んなきゃ。
お麩いいよね。ほんと生麩が食べたい。生麩。よいしょ。なたねさん、生麩田楽が食べたい。ねえ、いいよね。なんかさ、よもぎのとかさ、ゆずとかだっけ。なんかいろいろあるよね。生麩、種類が。食べたいな。前に金沢に行った時に駅かなんかにあるオフメインのご飯屋さんに入ったな。そこでオフ生麩買って帰った記憶が。なんかさ、もなかにスープ入ってるのとか買った気がする。オフと味付きのなんか入ってて、具が。カップにもなか入れてお湯注ぐと。あれ、そういえばもなかって何？もなかって何でできてるの？もなかって何？もなかの皮好きなの。もなか、なんかオフっぽく、オフに似てる感じするけど。なたねさん、もなか派お餅だったかも。あ、お餅なの？どうやって作るんだろう、あれ。ひなすけさん、最中に入ったお吸い物美味しい。ねえ、ああいうの私も好き。もなかのやついいよね。見た目もさ、かわいいし。なんか子供の時、今よりあんこが嫌いで、どら焼きとかあんこ外して皮だけ食べてたんだけど。最中って読んだ。読んだね。もなかはさ、外せないんだよね。皮があんこから取り外せないんだよね。だからなんかもう皮だけ食べたいってすごい思ってた、子供の時。今は普通に食べるけど。どのくらい薄くしたもんだかね。また割れたかな。また割れたかな。やっちゃったかな。割れてはないか。割れてはない。原次郎さん、最中はちっこい餅のかけらを型に入れてプレスで焼いてできるよ。うん、そうなんだ。ポッピーさん、そういや、トイレの最中が見えたよね。何それ何それ、トイレの最中で書いてモナカなのそれ。モナカ、そのさ、プレスするの、なんか家にそういう機械があったら作れるのかな。とろみさん、最中ってお餅なんだ。ねえ、知らなかった。
餅なんだ。ネタネさん、あれ見た目の破壊力が、わらわら。え、トイレの形してるモナカにあんこ入ってんの？そういうこと？イメージ。かわいいよ。調べてみよう。ね、調べてみよう。その最中とモナカをかけてる感じだよね、おそらくね。トイレのやつネットで見た。わら。え、今見てみようかな。今見てみる。トイレの？トイレのもなんか。え、なんかすごいちゃんとしたところが出してるの。リクシルとのコラボ商品ですって書いてある。あ、これ合ってる？私の見てるの合ってるかな？トイレのもなんか。かっこいい。イナックスライブミュージアムでの販売になりますって書いてある。これ合ってる。あれ、これなんか入ってる？合ってます。あ、自分でこのあんこ入れるの？入れるときは決してトグロを巻かないようにしてくださいって書いてある面白い、かわいい。でもこういう型だから、型を作ればこういうのできるってことだね。面白い。これはいろいろ遊ぶ人が出てきそうだね面白い。しかも素敵、ちゃんとさ、トイレのメーカーがさ、公式でやってるとこがいいよね遊び心がすごい。しかもすごくちゃんとしたとこが作ってる感じ。なんかそのイナックスのミュージアムとか行ってみたくなるな。もうちょっとこの辺を薄くかな。なんか見本はもっと荒々しく削ってるんだよね。こんな荒々しく削って最後に綺麗になるのか。あ、はーい。いってらっしゃい。お出かけ気をつけてね。なたねさん、お気をつけて。よいしょ。トッピーさん、私はゲーム疲れたから音楽聞く。ゲーム疲れちゃった。バンバンやるのが疲れちゃった。今日何日だっけ？ 15 か。なんかしゃもじすごい時間かかるから年内に終わらせられるかな。最終週はまずできないでしょう。来週だけあと終わんないんじゃん、今年中に。
終わる気がしない。手が危ない。あー、窓の掃除しなきゃな。なんか寒い時期に大掃除はそんなに向いてないってよく言うから、もっと秋ぐらいに大掃除しときたかったんだけど、結局ぐうたらで何にもしなかった。家の中汚いな。落とさなきゃいけない汚れが落とさずにどんどん蓄積してってる。なたねさん、換気すると寒いですよね。ねえ、この時期はあんまり向いてないんだよね、本当はね、大掃除するのに。換気といえば換気扇も掃除してないし。困ったもんだ。あー、すごいここいい匂いするんだよな、このピンク、ピンクっぽい部分。ちょっと薄くなってきたかな。トッピーさん、窓ってなんであんなに汚れるんだろうね。ほんとそう。なんかさ、嵐が来てさ、汚れてさ、掃除するかと思って掃除してもさ、またすぐ嵐が来てさ、ふざけんなってなるから、もう今回はほっとこうって思うと、ずーっと汚いまま。そんなに飛んでこなくてもいいじゃんねって思う、汚れ。なんか吐き出し窓はまだいいんだけどさ、あのちっちゃい窓、1階ならまだしも上の階だから外側が拭けないのよね。なんとかしなきゃ。あ、外の水洗、何、まだ繋がってないの？なんかさ、あれしたら、何かしたら、あ、見つけたみたいなこと言ってた、あれ。私最近すごい YouTube で外の水回りの DIY みたいなののすごい見てるってほどでもないけど見てるんだけど、簡単外構工事みたいな。水栓のあるとこの水はけを良くするとか、芝生をきれいに生やすにはとか。庭もないのにそんな動画いっぱい見てんだけど。トッピーさん、そう、前の家のままだからホースボロボロだし、立水栓買って付け替えたい。立水栓って何？
いいな、ベランダに水欲しい。次引っ越すときはあるとこがいいな。窓掃除するにしてもいちいちめんどくさいんだよね。ないと。トッピーさん、なんて言えばいいんだろ、考える背が高い推薦。普通にこう立ってて上に蛇口ついてるみたいなこと。私の説明伝わらなそう。トッピーさん、今は蛇口が地面についてるの。なるほど、分かった。それをあれだよね、使いやすい位置にしたいってことだよね。理解しました。多分だけど。いわゆるよくお庭にあるタイプのやつにしたいってことだよね。トッピーさん合ってた。そういうのも自分でやるの？トッピーさん、多分できるはず。すごい楽しそう。でもなんか私が最近よく見てるのは、庭に穴というか水路みたいなのを掘って、そこに砂利を敷き詰めて水のなんか通路作って水はけを良くするっていうのをよく見てる。なんでそんなのよく見てんだろう。で、その水道の下とかもそういうの深く掘って砂利詰めて、のなんていうの、水の受けるところをそうやって作ってるのとか、なんかすごい見ちゃうんだけど、そういうの。トッピーさん、ああいうの見てるの楽しいよね。ねえ、楽しいよね。私なんか何の参考にもならないんだけどさ、庭もないしさ、もうついつい見ちゃうんだよね。草刈りとかさ、芝刈りとかさ。草刈りも楽しいんだよな、見ると。あ、飛んだ。めっちゃ飛んだ。なたねさん、草刈り見てるだけなら楽しそう。そう、草刈り機がさ、楽しいのよ。結構。
構気持ちいいんだよね。自分でやるのはなんだかんだで大変だよね、機械とはいえ。跳ね返りとかあったり。トッピーさん、やるの覇気をつけないと頭から笹振ってくるわよ。それって機械とかでやってたの？それとも手作業でカンカンやってたの？カンカン？わかんないけど、草刈り機みたいのでやってたの？笹って言ってもそんな頭から振ってくるようなやつってことは、根元下の方は太い笹だよね。トミーさんち笹もあるならパンダも飼えちゃうな。ナタネさん、小枝切りハサミ使ったら頭に金柑の枝刺さりました。危ないね、金柑も、金柑植えたい。庭があったら金柑植えたいけど、あれ意外と大きくなるんでしょ？っていうのを聞いて、ちょっと、たじろ。鉢植えでもいいんだよな。トッピーさん、小さいノコギリで切ってたわ。うちのパンダが顔。おいっ子手作業でやってたんだ。うちのパンダが、パンダさんが、お食事用に切ってたのが刺さっちゃったのね。頭に。ナタネさん、金柑茂っちゃって毎朝ムクドリが来襲します。ああ、そうなんだ。食べてあげるのに、食べてあげるのにじゃないか。茂っちゃってっていうのは金柑の実じゃなくて葉っぱが茂っちゃってか。ムクドリ襲撃やだよね。やだっていうか、えらいことになるよね、あの子たちね。集団がすごすぎて。あそこまで集団で移動しなくてもいいのに。ちょっとそれっぽい形になってきた気がする。何時だ？ 3 時44分。もう少しできる。ナタネさん、身もすごいなってますよ。取ってくれたらあげちゃうのに終わった。そっか、背が高いから取れないっていう罠もしかして。めちゃくちゃ金柑好きなんだよね、私。金柑買うと結構高いじゃん。いいなぁ、金柑欲しいなぁ。小さい頃家にあって、すごい庭でむしゃむしゃ食べてた。ほぼ私しか食べてなかった記憶。金柑食べたい。あれ時期いつだっけ？もうちょっと前だよね。夏？秋？あれ大きくしないためにはどうしたらいいんだろう。根っこが伸びないようにするのかな。先を切るのかな。トッピーさん、あれってそのまま食べられるの？金柑そのまま食べられるよ。くるみ咲き。今なってるんだ。いいなぁ。金柑そのままいけるよ。
めちゃくちゃ酸っぱいとかでもなければ。結構甘いよね、金柑ってね、皮のとこが。トッピーさん、蜂蜜につけるもんだと思ってた。あー、なんかね、つけたり煮たりするけど、私買ってきてもすぐ食べちゃうから、あんまり、ほぼ作ったことない。1、2回作ったことあるけど、金柑にいるの。基本食べちゃう、そのまんま。すぐなくなっちゃう。一瞬でなくなる。あんまりみんな生で食べないのかな。私むしろなんか子供の時にそうやって庭で食べてたから、生で食べるものだと思ってた。なたねさん、春の分が冷凍庫に片付けねば。そうなんだ。たくさんあったらあったで大変なんだね、原次郎さんちの八作のように。おばあさんに気があったけど食べなかったや。そうなんだ。私もめちゃくちゃ食べてたよ、子供の時。原次郎さん、金柑は皮だけ食べるものだと思ってる。あー、中身酸っぱいんだよね。皮が甘いんだよね、金柑ってね、確かね。私はもうガンガンそのまま食べちゃうけど。美味しいよね、金柑。皮をどういうの、うん、金柑はそう、皮が美味しいのよ。皮が苦甘なんていうの、ああいうの味。皮が美味しいですね。ね、たくさんは食べられないけど。こっちの方で売ってる品種なんて言ったかな、なんかコンタみたいな、コンタみたいな名前で売ってる。薄皮でもないな、薄皮じゃない、外のあの、いわゆるよくマーマレードとか作るじゃん、オレンジの皮で、あの皮。熱いよね、金柑の皮は割と。熱いっていうのかな、なんて言っていいかわかんない。小粒だから熱いとも言えないのかもしれないけなたねさん、コンタ金柑は静岡の清水だけで栽培されているらしい。そうなんだ。似てあったら美味しいよ。だな。うんうん。考える。原次郎さん、外の皮をもぐもぐ食べます。そうなの。皮が美味しいのよ。似てあるの。シロップ漬けね、シロップ煮というか、もう美味しいよね。ただ私は生が好き。やっぱりあれ、清水のなんだ。美味しいよ、確か。多分私無理だな。あ、苦手なんだ。
そう、この前みかん餅の後、作った後の時、多分原次郎さんいなかったと思うんだけどさ、なんか調べたら、今原次郎さんいるかな、みかんの外側ごとやってるのとかあったの。外側ごとやってる人とかいて、お餅と一緒に外の皮ごと蒸しちゃって、おみかんをそれで混ぜてる人がいて、それもちょっとやってみたいなって思ったんだけど、それ思うとなんか金柑でもいけそうじゃない、皮ごと一緒にふかしちゃって、苦くなるかな。なたねさん、金柑派種が多いのが、あー確かに、取ってからじゃないとダメだね。一回割って、シロップ煮とかそれこそ作るときみたいに、種取って、めんどくさいね、そう考えると。種が多い。金柑は種が多い。ふむふむ。それもいけそうですね。ねえ、なんか、外側ごといってるじゃんって思って、ちょっとなんか苦味が出るかわかんないけど、それはそれで美味しいのではって、ちょっと原次郎さん、確かに金柑派種多いね。ねえ、種すごい多いよね。原次郎さん、みかん派ありだと思います。うんうん、今度やってみようかな、その外皮ありで。たださ、そのホームベーカリーでやってる人は見てなくて、ちゃんと蒸してたの、みかんの皮ごと。ホームベーカリーでみかんの皮ごとうまく蒸せるかなっていうのはちょっと心配。それだとさ、最初から入れちゃえば、みかん入れるタイミング気にしなくていいじゃんっていうのもあった。それいけるんだったら。ここはすごいギザギザするな。ただまだじゃがいもじゃない、芋餅も作ってないし、焼き麩でふがしも作ってないし、やんなきゃいけないことがいっぱいだ。グラタンね、冬だしね、グラタンいいよね。すごいなんか大きく作るのいいね、大皿で。トミさんのあれ、具は全部何入ってたの？すごいいろいろ入れてたよね。もうちょっと細く。
トッピーさん、ほうれん草とウインナーと玉ねぎとさつまいもとエビときのことマカロニ、うん、原次郎さん、すごい具だくさん。小さくして中の身はふさわけて入れとくと良いかもですね。砂糖はブザーなってからが良いかもですが。うん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 。ああ、なるほどね。確かに砂糖は最初に入れない方がいいね。今度それでやってみようかな。すごい、トミーさんのマカロニ、ウインナーも入ってて、エビも入ってて、すごい。さつまいも、さつまいもは思いつかなかったな、グラタンに入れるの。甘くて美味しそう。めっちゃ具だくさん。残り物ぶち込んだよ。そうなんだ。何入れても美味しいかもね。グラタン。近々作るか。グラタンとかもほんとめったに作んない。トッピーさん、さつまいもおすすめ。ほくほく甘くておいしい。ねえ、入れたことないや。ひらすけさん、大丈夫？ねえ、さつまいもはちょっと自分で思いつかなかった。なんか、じゃがいもはたまに入れたりするけど。さつまいもいいね。やってみよう。ひなすけさん、あ、寝てただけよ。寝てただけ？胃の調子はもう大丈夫。トッピーさん、塩気と甘みがいい感じなのよ。ああ、いいね。またねさん、粉末マッシュポテトの、うんうん、ポテトグラタンだけはちょくちょく作る。ああ、マッシュポテトのやつ便利だね。私初めて、なんかさ、この前買ったんだけどさ、買ったことなかったからどこにあるか全然わかんなくて、場所がすごい探しちゃった。で、結局どこにあったんだっけな。全然見当がつかなくて、粉のとこにもないし、パスタっぽいとこにもないし、あれ何売り場にあったのか結局覚えてない。ミートソースとかそういうの置いてあるとこにあったのかな。しかも一番上段にあって、あんまり目のつかないとこに置いてあった。なんかネットで探したらカルビーのが出てきて、カルビーが出してる粉末マッシュポテト、なんかカルビーが出してるだけでちょっと美味しそうって思った。そんなに変わらないんだろうけど、中身は一緒かもしれないけど。じゃがりここれで作ってんのかなみたいな。なたねさん、置き場、お店によるかもですね。ちょっとね、わかんないよね。見当がちょっとつきづらい、どこにあるのか。なんかじゃがいもって皮とか剥くのめんどくさいから、これうまく使えたら定番になるかもしれないな。粉末。
あ、もう4時過ぎてるじゃん。おいしい話してたら今日も4時過ぎちゃった。結局これ終わらないね。次回これ絵を彫ったとしてサンドペーパー終わらなそうだけど、ちょっとだけやっとくか。トッピーさん、だいぶ丸くなったね。ねえ、ちょっとだいぶさ、最初よりは、でもまだスプーン感があるよね。しゃもじっていうより、何がしゃもじっぽくさせない原因なんだろう。ここ丸くしすぎ、わかんない。ここもうちょっと平らにするといいのかな。後ろ丸くなったけどスプーンなんだよね、今のところ雰囲気が。ほら、多分すくう側をもう少し平らにしないとダメだよね、きっと。しゃもじだからここをもっと薄くすればいいのかな。こっちは丸くていいけどこっちは平らみたいな、もう少しなだらかな傾斜にした方が良さそう。で、それを次回やるじゃん。で、ここ削るじゃん。見本ね。見本が分かりづらいんだよな。こんな感じ。映ってる？裏が分かんないんだよ、これ。見本の裏がわかんないの。なんかでも私的に今スプーンなんだよね、自分の削ってるのが。トッピーさん、あ、意外と丸みあるのね。あ、なんだっけ、これ？これ？これ？それとも私の方？なんかしゃもじのイメージが全然つかない。なんか見本があんまり、裏が写ってる写真があんまりないんだよね。削ってる途中みたいなのしか。トッピーさん、見本の方。あ、見本の方。プラスチックのやつ使ってるから平たくて顔。あ、確かにね。家で使うようなやつってもっと平たいよね、雰囲気的に。確かに。確かに見本のやつ、家で使うようなやつよりはスプーンっぽいかも。そう考えると私そこまでここの何へこみがないかもしれない。少しヘラっぽくはなったけど、すくうこと考えるともっとこの辺薄くてもいいのかな。こっちがでももう4時過ぎたからこの辺にしとくか。これは次回終わんないな。年越しだなこれ。トッピーさん、じゃあきっと順調だよ。順調かな。ナタネさん、日本派結構スプーンですね。結構ね。裏がね、どうなってるかわかんないんだよね。裏はもうちょっと薄くて平たいっていうか、なんていうの、
平たいのかもしれない。平たい。うまく言えない。まあいっか、今日はこの辺にしとこう。あー結構飛び散ったな。これ手袋してると取れない。よいしょ。ちょっとこの辺を。すごい今服にいっぱい飛び散った木くずが。さてさて、じゃあ4時過ぎたんでそろそろ終わりにしたいと思います。できれば来週もう一回やっておおよそ終わらせたいな。できるかな。多分再来週できないから、来週やらないと1ヶ月ぐらいできないかもしれないね。そんなわけで本日も皆様お越しいただきありがとうございました。今日もおしゃべり楽しくできました。おしゃべりしながら楽しくできましたかな。ではでは、次回もよかったら遊びに来てくださいませ。ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。できれば来週またね。片輪の妖精よしは飛行隊さん、お疲れ様でした。カボスさん、ありがとうございました。